様よりご講演いただきます。よろしくお願いいたします。千葉都市モノレール技術部長の小川でございます。平成より千葉都市モノレールに対しまして多大なるご支援ご協力賜り厚くお礼申し上げます。本日ご紹介する内容は弊社インフラ点検においてドローを適用するにあたりその有効性や査定効果について検証したものであります。まずは本題に入る前にですねご紹介とは存じますが改めて千葉都市モノレールにつきまして簡単にご紹介させていただきます。次のページです。千葉都市モノレールは千葉市街地の道路交通の混雑緩和自動車交通量の密度な増加の抑制沿道環境の改善等を図れることから1988年に部分開業しましてその後段階的に開業し1999年の開業をもって現行路線となっております。開業以来定時性や安全性に優れた誰もが安心して利用できる公共交通機関として開業から累計乗車5億人以上の方々に利用されております。2023年開業本年で開業後35年を迎えております。次に路線につきましては本会場幕張メッセの最寄り駅海浜幕張駅から3駅ほど下りました千葉港駅から市の中心部となります千葉駅館長施設が点在します県庁前駅2005年レッサーパンダ風太くんで話題となりました動物公園があります動物公園駅成田方面への電車へ乗り換えます津賀駅大型団地を抱えます白台駅など市の中心市街地臨海部内陸部を結んで運行しております。次に車両につきましては走行装置が軌道桁台に設置されているため天候の影響を受けにくくまた桁内をゴムタイヤで走行するため低騒音低振動で急カーブや急勾配にも対応できることから懸垂型を採用しております。次に営業距離についてですが全長 15.2km で懸垂型モノレールとしては営業距離世界最長で2001年ギネスワールドレコードに認定されております。次にインフラにつきましては車両の走行を支えます軌道桁、支柱、車両の進行方向を転換します分岐器、駅舎などの停留場、セントラルアーチなどのモノレール橋がございます。それでは本来のインフラ点検についてまずは現状についてです。インフラ点検は道路法や軌道法に基づくので毎年実施しておりますが1988年の開業以来30年以上が経過しインフラの老朽化の進展それらを管理作業します技術者の高齢化等により減少が懸念されております。これらを踏まえ近い将来の課題としまして長期にわたりインフラの健全性を維持すること限られた人員でインフラを適切に維持管理すること維持管理業務の質を維持した上でこれまで以上に業務効率を向上させる必要があります。これらの課題の解決策として新技術の導入が考えられました。新技術の導入にあたってはドローンのほかロボット AI 技術などがございますが現状最も普及しておりより実用化が可能であると考えられたことからドローンを採用いたしました。しかしながらドローンの活用にあたっては弊社インフラ点検においてその有効性コスト削減効果業務量削減効果が未知数であったことから実証実験にて検証すべき昨年度千葉市活用推進事業を千葉市ドローン活用推進事業を活用させていただき弊社点検業務を受注インフラを熟知しまたドローン点検のノウハウを所有しております株式会社東西コンサルタントでお願いしました。
点検方法等につきましては当時コンサルタント中島部長から説明させていただきます。はい、わかりました。株式会社当時コンサルタント中島から説明させていただきます。まず弊社は建設コンサルタントでありまして、鉄道道路のインフラに関連する調査設計維持管理施工管理まで行っておりまして、千葉モノレール様のインフラ施設の構造物点検をもう数年来やらせていただいている会社でございます。では点検手法の説明に入らせていただきます。天候の点検方法としまして、昼間徒歩により広げた検査路からや下の道路から停留所内からの目視点検を行っております。点検対象となる高機動下駄は塗装されております。塗装の状況から腐食や塗膜割れ等の損傷を確認する方法をドローンに搭載したカメラで確認できないかと考えました。調査員が点検のために高機動下駄の近くに行って近接目視点検からの腐食や塗膜割れ等の確認調査写真撮影を実施している点検をドローンで行うことで調査員の安全の確保ですね、また映像データを記録することによりいつ誰でも状況が確認できることが可能であり、ドローンにより効率的で効果的なインフラ維持管理ができると考えております。昨年実施しました具体的な実証実験の場所等についてですが、点検箇所といたしまして、昼間安全にドローン飛行が可能な千葉モノさんの本社敷地内にあります車両基地の機動下駄基中において実施することといたしました。基地内においてもインフラ施設のうちの大部分を占める機動下駄と支柱の点検が可能となります。改めて機動下駄と支柱についてですが、機動下駄構造物の一部として機動下駄は縦横2メーター程度の高性の階段面箱型の下駄の中に、走行レール、案内レールを支える走行路が部材として、取り付けられております。支柱は、T 型、門型支柱を採用しております。ドローンによる実証実験の概要といたしましては、ドローンの搭載カメラによる、機動下駄、支柱を撮影しまして、その撮影結果から腐食、塗膜割れその他の損傷箇所を確認しまして調書を作成いたします。その調書から撮影写真、経費、点検時間等について従来の点検と比較しまして検討結果を報告書として取りまとめております。使用した作業機材についてですが、機体は空撮用ドローンの DJI 社ファントムシリーズを使用いたしました。機体には障害物を感知するセンサーやバッテリーが少なくなったときに自動で帰還するシステムが搭載されております。送信機には機体のリモートコントロールシステムとドローンが撮影している映像をリアルタイムで見ることができる伝送システムが搭載されております。操縦者につきましては、有資格者でありかつ操縦に習熟しているものが行っております。フライトプランといたしましては図の丸1から丸3に示しております、軌道の上空約40メーター、軌道水平方向、直角方向の各アングルから動画撮影を行いました。対象物へは1メートルまで接近して撮影を行うことができまして、1回のフライトでバッテリーの時間のですね、30分まで飛行可能となっております。ここでちょっと動画を見ていただきたいんですけれども、この位置で、軌道上空40メーターからの映像となっております。広角に広い範囲の情報が確認できているかと思います。続いて軌道下駄検査路の側面からの映像となります。右側の視床部は検査路や地上からの目視では確認しづらいものもしくはできない角度からも、ドローンでは確認することができております。支柱の梁もですね、同様に検査路や地上からの目視点検では確認しづらい場所ですが
ドローンでは様々な角度から確認することが可能となります。はい、実証実験の検証結果についてご説明いたします。有効性の検証としまして、従来と比べてインフラに対し有効な点検がどこまでできているかという点では、従来はご覧の通り近接目視点検として、広げたの上に検査路があるんですけれども、その上から橋梁点検員が実施しておりました。すなわち、目視点検のためには検査路など足場が必要な点検方法となっております。ドローンでは搭載したカメラにより操縦者が地上でモニターを確認しながら飛行をコントロールすることが可能であるため、点検のための足場は必要ありません。また検証飛行時には動画記録を行いました。飛行時には橋梁点検員が操縦者の横で指示を出し、動画をその場で確認する方法といたしました。また従来の損傷はその損傷箇所の見える場所に点検員が移動してデジカメによる静止画像データの記録を行っておりました。それに加えてドローン点検ではですね、飛行しながら動画データを記録いたします。既存の損傷確認箇所の周辺を俯瞰する映像をさまざまな角度で記録することで、従来の近接目視では確認しづらい箇所も記録した映像から改めて確認することが可能となります。こちらは、可燃度の近接目視点検の損傷画像と、今回のドローンにより同じ箇所を空中から確認した映像から切り出した画像となります。同じ損傷箇所ですが、ドローンの画像ではサビ汁が軌道下側面に垂れている様子も記録されております。次に視床部について、近接目視とドローンの点検結果となります。近接目視は反対側の軌道下検査路から撮影したものですが、この角度以外には撮影できません。ドローンでは近接目視よりも確認範囲や角度は広く確認することができました。近接目視点検よりも情報量を多く記録できるため、何か気になることがあったときにですね、記録した映像から遡って状態を確認することができるため、原因究明などの考察に役立つことが考えられます。次にコスト削減効果といたしまして、長寿命化やライフサイクルコストを勘案した上でコスト削減がどこまで見込まれるか検証いたしました。千葉都市モノレールでは懸垂型モノレールの特徴として軌道下上に写真のような検査路を設けております。点検はこの検査路を使って行い、高所作業車などの機械足場は使わないことで、すでに点検におけるコスト削減に寄与している現状がありました。それに対しましてドローンを使う場合にはですね、新たにドローンの機器損量等の費用が発生することになってしまいます。しかし点検員による点検は既存の損傷箇所をもとに目視点検を行っておりますが、ドローンは新規損傷を広角の記録映像から確認しまして、計画的な飛行をすることで近接映像を記録することでコストを抑えられる可能性はあると考えられました。次に業務量削減効果といたしまして、従来と比べて現場技術者の技術量をどこまで削減できるか検証いたしました。現在の近接目視点検による作業手順はご覧の通りとなります。現地調査は前回の調査実績をもとに日程を計画いたします。現地では点検および補助員2名の計3名により過去に確認した損傷箇所の進展を再確認しまして画像撮影を行っております。確認した損傷箇所は損傷図として作成しまして、画像データも損傷程度を分かりやすい画像を選択し調書として取りまとめています。ドローン点検でも同様にですね、前回の調査実績をもとに日程を計画します。ドローンはバッテリー容量に限りがあるため、
現地調査は入念な計画により立案します。すなわち現地の滞在時間は近接目視よりも少なくなると考えられます。そして現地では損傷に近接して画像を撮影するのではなく、映像で既存の損傷状況を記録いたします。ただし損傷の位置は飛行中に損傷ごとにその場で記録することが効率が良いと考えられるため、調査では操縦者、点検員および補助員の3名が必要と考えられました。また映像データから損傷箇所の画像を取り出す作業は、画像データから取り出す作業より業務量は増加いたしました。以上の検証結果から課題を出してみました。一つ目の課題といたしまして、ドローンの危機損量が新たに発生することが挙げられます。なお調査時人数は現状の3名から変わらず実施可能と考えられます。既存の損傷箇所に向けた飛行計画を立案し、新規については広角に撮影することで近接目視によりとどまる時間が少なく、同等の成果を得られる可能性があると考えております。2つ目の課題としまして、高性能なドローンならではのシステム的な課題が挙げられました。千葉都市モノレールの高機動下駄は上り線と下り線が並行しております。ドローンは姿勢制御などに GPS やコンパスを用いておりますが、メタルの構造物に挟まれまして電波が安定しないコンパス異常が発生してしまいました。また風による気流が思った以上に大きくですね、安定しないことも分かりました。自動制御のままでは安定した飛行ができませんでしたが、熟練操縦者による手動操作で飛行することが可能とできました。今後の計画ですが、駅舎の外壁をドローンにより撮影可能か検討しております。千葉都市モノレールの駅舎外壁は隣接する民地が近いため、高所作業者による点検にも制約がありますが、ドローンで近接した映像により点検が可能か、関係各所の法律上の問題などを解決しながら実施に向けて検討しております。また駅舎の下面、道路の上にある駅舎の起点上の内側は、従来は交通規制をして夜間に高所作業者により目視点検を実施していましたが、点検口の数は少なく内部を確認しづらい範囲があるため、右の写真の小型の境外部用ドローンを飛行させて内部を点検することを検討しております。ドローンの飛行を安全に行うため飛行計画などを慎重に検討しているところでございます。このドローンの実写がですね、今後ろのブースに置いておりますので、ご興味のある方はまた見に来ていただければと思います。はい、以上をもちまして説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ご質問ありがとうございました。ありがとうございました。それではご質問を受けたまりたいと思います。ご質問ある方、挙手をお願いいたします。ちょっと事務局からも一つお伺いさせていただければと思うんですけども、先ほどお話の最後の方にですね、コンパスエラーのお話がありましたが、例えばこれを RTK、リアルタイム、キネティクスというような事故位置特定で、そういったコンパスが狂ってもですね、なんとか自立飛行できるような、完全自立飛行できるような、そういったことがもしできれば本当の意味での省力化っていうのもさらに加速するのかなと思うんですけども、そこのところはやはり難しいのでしょうか。そのあたりはですね、そのうちのポールがちょっとうちにも在籍しておりまして、そのものから説明させておきます。お願いいたします。今の質問に対しての回答なんですけれども、RTK で GPS が届かない、あとWi-Fi の電波も、届かないという場所に関しましては、IMU っていうフライトコントローラーの中に、基板が組み込まれてまして、それを使いまして、管制計測ユニットっていうものなんですけども、それが内蔵されてますんで、それに切り替えた状態で飛ばすことが可能となってます。以上です。
ありがとうございます。そうすると実用の面でもそういったところは今後行っていけるというところで、典型のところでも活用がドローンの活用がますます広まるということで、そういった認識でよろしいんですかね。その通りでございます。ありがとうございます。